それでは皆様お待たせいたしました。ここからは平畑啓司さんに MC をお願いしまして、選手トークのコーナーです。それでは改めてお呼びしましょう。平畑啓司さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お待たせしました。ありがとうございます。そんな近くでありがとうございます。ここからは選手の方に出ていただきまして、ちょっとおしゃべりしようかなと、思っておりますので、皆さんお付き合いいただきたいと思います。さっき僕ちょっとタバコ吸うんでね、喫煙所でタバコ吸ってましたら、何人かの方に声をかけていただきまして、YouTube 見てますよって言ってくれましてね、みんな負けても引き分けでも見てますって言ってましたわ。本ばっかりな思いながら。ありがたい話でございますが、こういうので選手にお話聞けるの楽しみなんで、それでは紹介していきたいと思います。じゃあ選手出てきてもらいましょう。お願いします。まずは瀬口拓也選手です。お願いします。続きましては長倉元樹選手です。そして3人目高木義明選手です。お願いします。お願いします。座る？高木選手座る？どうしよう。立ってても大丈夫ですか？なんかちょっと一回座ってみて。なんかこんな感じでトークするのなんかおかしくない？なんか気持ち悪いですよね。大丈夫ですか？なんか立ってたら膝に痛いとかそんな大丈夫？いやもう大丈夫です。大丈夫ですか？彼これ1年経ったんで。長倉選手も立ってても大丈夫ですか？大丈夫です。長倉選手はこういう新潟のイベントでサポーターの皆さんを前にお話ししたこととかってあるんですか？ないです。初めてです。長倉選手の声聞きたいですよね。ちょっと前の方に出て一言ご挨拶いただいていいですか？新加入で入りました長倉元樹です。よろしくお願いします。お願いします。それだけかい。ありがとうございます。長倉選手どうですか？新潟に加入してみて、こう入る前に思ってたのと入ってこんな感じだったなっていうのありますか？入る前はやっぱちょっと怖かったんですけど、みんな優しくて、はい、入ってよかったなって思います。よかった、そうですよ。ただ僕ちょっと気になるのが、なんか怖かったっておっしゃってたんですけど、何が怖かったんですか？怖い人いないかなっていうのは怖かったです。誰が怖いんちゃうかなって思ってた選手とかいるんですか？いやもう全員が怖く見えました、最初は。じゃあこの今横にいる両選手も怖かったんですか？最初はもうビクビクしながら。最初に声かけてくれた誰ですか？最初は島袋選手です。あ、最初に声かけてくれて、はい。でもそこからもう今は全然、まあちょっとずつ喋れるようになってきました。高木選手どうですか？長倉選手は。いやもうだいぶ打ち解けてくれたかなと僕たちは思ってます。最初はやっぱちょっとこうよそよそしい感じみたいなのもあったんですか？いやもう緊張がこっちにも伝わってくるぐらい顔も引きつってます。それはやっぱり同じチームメイトですか？やっぱり徐々にこうね、緊張を解いていかないとダメですもんね。そうですね。あとはやっぱ一緒に試合するとやっぱグッと距離は近くなるかなと思いました。そうかそうか、一緒に試合してやっぱプレーしてみたらもう自然と話もできたりとか。そうですね、はい。瀬口選手から見て長倉選手入ってきていかがでしたか？そうです、島奥選手と仲いいっていうのは聞いてたんですけど、その時から、はい、すごい人見知りだって聞いてたんで、はい、大丈夫かなと思ったんですけど、はい、多分新潟合ってるんだと思うんですけど、結構馴染むの早かったんじゃないかなと思います。新潟馴染むの早かった？早かったと思います。よかったですね、それはね。長倉選手もやっぱ思ってたよりは早くなんか馴染めたなみたいな感じありました？まあどうですかね、そのはい、早かったなと思います。いや僕ね、こういうシャイな方結構好きですよ、本当に。
さっきの玉入れの時の両キャプテンの真逆みたいな感じですけどあの人らね、高木選手どんどん前に前に行く感じですもんね。そうですね、ね、まあ元木はあのプレーで前に前に出てきてくれるんで、いや、うまいな高木選手、高木選手なんかどんどん腕上げてません？いや、そんなことはないです慣れてきただけですどうしたんですか、今日はそのピンク色の帽子は。これはもうカイトに、プレゼントしてもらいまして。谷口農園。はい、農園のちょっと J1 の谷口農園って書いてあるんで、ちょっとやらしさはあるんですけどいいっすよね、谷口農園。俺もちょっと羨ましくて。本当ですか。あの、欲しいんですけどって言ったら、もうないですって言われて。やっぱ農作業に参加してもらって初めてこうやりますよじゃあぜひ来年はだって何年か前僕ここ雪かきも来たぐらいですから。やりますよ、谷口農園。なんならぜひ谷口農園の園長がいないときは僕がやりますよ。いや、もう園長直々に後で言わせるんで。わかりました、はい、じゃあ、頑張ります。ありがとうございます。でも高木選手は今シーズンから J1 っていうところで最初ね怪我してたじゃないですか、はい、どんな感じで見てたんですか。いや、本当頼もしかったですね。堂々とプレーしてくれてて、はい、まあ、自分もうまく馴染めたらいいなと思ってました。なんかちょっとこう焦りみたいなのはなかったですか。いや、なかったです。あ、はい、じゃあしっかり直して。久々にピッチ立った時でどんな気分なんですか。いや、なんか本当初めて緊張しましたね。なんかこう自分がどれぐらいできるんだろうっていう緊張感がすごいあったんで、ね、コンディションも分かんなかったんでちょっと緊張しました。子どもの頃からずーっとサッカーやってる人が何年、ちょっと何ヶ月か試合に絡まないっていうのはやっぱ感覚全然変わるもんですか。全然違いましたし、最初出た時はやっぱグラウンド広く感じるぐらいなんかちょっと違いました。すごいですね、はい、でもやっぱあの嬉しさみたいなのありました。ありました。やっぱりもう見てるだけは嫌だなと思いました。瀬口選手はこう練習場で高木選手がこうリハビリとかしてるのを見てたと思うんですけど、はい、いかがでしたか。いや、本当にキャンプの時も一人でこうロープ使ってトレーニングしてたりとか、うん、階段こう歩くトレーニングとかしてる姿も僕もその時リハビリしてたので、はい、見てましたし、本当にその頑張りっていうのが今こう結果に結びついてくれてるのが本当に僕は一個人として嬉しいです。いや、これいいっすね、チームメイトでね。そういう時ってなんかリハビリしてる者同士でちょっとこう励まし合ったりとかなんかするんですか。うん、そうですね、同じ怪我とかだと、うん、あると思うんですけど、僕はちょっと早めにもう復帰っていう形だったので、はい、そこまでこう一緒にこうトレーニングするってことがなかったのでそこまではなかったですけど、はい、そんな高木選手ちょっと瀬口まだ行くなよみたいなそんな気持ちにならないですかよかったなお前瀬口頑張ってこいよみたいな感じじゃないですか。いや、本当みんなが怪我しないように祈ってましたね。自分が怪我の時はやっぱ辛さが分かるんで、うんうん、本当人の怪我にはちょっと敏感になってしまったというか、うん、そういう感じありますね。戻ってきてプレーしてみて、あ、前よりも、あ、俺ちょっとこの辺ちょっといい感じになってきたなとか、ちょっと上積みみたいなのもあったりするんですか。いや、あんまり感じなかったですね、正直。やっぱりこう早くまた元のプレーがしたいなっていう気持ちの方が強かったですね、うん、そうやってこうシーズン過ごしてきましたけど、ここまでの J1 の戦い、高木選手からご覧になってアルビレックス新潟いかがですか。いや、本当、みんなで本当団結して戦ってるなと思います、うん、一番今、まあ、まだシーズン終わってませんけどね、今こうなんか印象に残るゲームとかあります。印象に残るゲームは、まあでもやっぱり自分が点取った湘南戦とかは、はい、やっぱ自分の中では印象に残ってます。いや、それはやっぱり 点ね、取れるってね、やっぱ嬉しいですもんね。いや、本当に久々のゴールは嬉しかったですし、まあ、元木も新潟デビュー戦だったので良かったですね。いや、僕正直J2 の試合めっちゃ見てますから、長倉選手がいい選手っていうのは散々言ってます、いろんなところで。
で新潟で最初のゲームの時にもうなんかちょっとお父さんみたいな気持ちになって元木頑張れみたいな。でもファーストタッチなんかすごいいい感じに決まりませんでした。はい、決まりました。覚えてないだろ。覚えてる。ちょっと待って、もういい、本当ですか。ちゃんと最初の新潟でのゲームのこと覚えてます。あ、覚えてますけどファーストタッチは覚えてないです。このスタジアムで試合するって、まあ、多分特別だと思うんですけど、長倉選手このピッチで試合した時でどんなお気持ちでした。いや本当にすごい雰囲気で、はい、アップから気持ち高ぶりましたし、はい、試合中も声援すごかったので入ってよかったなと思いました。長倉選手ってわー、長倉選手って本当にこの 1,2 年ですごい人生歩んでますよね。そうです。だ大卒で入った時ってやってる競技場ってお客さん何人ぐらいだったんですか。1000人は行かないですね。もう行ったらびっくりって感じの。だから何百人の前でやってた選手が、まあ本当に2年後ぐらいですかね。1年半とか。1年ですね。で、この何万人の前でサッカーできるってどうですか。やっぱ興奮するっていうか幸せですか。いやもう本当幸せです。だって正直最初大学卒業してなんか仕事しながらサッカーやってたんですか。そうですね、バイトしながらサッカーしてました。何をしてたんですか。ジムの見回りとか監視というかそういうのやってました。大丈夫ですか。そのなんか優しそうやし、なんか見回りとか監視とかできるんですか。いやもう見てるだけでいいのでできます。何ですか、そのジムのなんか機器を見てるんですか。はい、いや違います。人が、まあ、人がなんかちゃんとできてるかなとか。そうですね、とかあとプールもあったので、はい、プールの監視もしてたんで溺れてる人いないかなっていう見てました。仮に溺れてたとしたら長倉選手助けに行けるんですか。それはもう飛び込みます。すぐ飛び込む。はい、泳ぎは得意。はい、でもまあさすがにそういうのなかったんで、そういう機会なかったですけど心の準備はできてました。大事ですよね、心の準備大事ですもんね。でもそう、なんか高木選手こうずっとユースから上がってね、プロになったりしたじゃないですか。はい、なんかすごい経験してますよね。いや本当僕にはない経験を持ってますし、はい、やっぱこの才能が埋もれなくてよかったなと思いました。はい、ほんまやで、これ誰かが見つけてくれてなかったら、はい、今でもプールの監視してた可能性。いや本当その可能性もありますし、うん、やっぱ来た時にその J2 の知り合いの選手からすごい連絡来たんですよ。はい、いい長倉いいなって言われたんで、すごいやっぱ良かったなと思いましたね。埋もれなくて。これ長倉選手嬉しくないですか。いや本当嬉しいですね。自分じゃなくてJ2 の他の選手にも行ってもらえるっていうのはありがたいことです。長倉選手どんどんマイクが離れていってるんですよ。めっちゃ声出る演歌歌手みたいに離れていってる。選手どうですか、この長倉選手というまだ新しい選手がこう加入していかがですか。そうですね、本当に後半の推進力っていうか、うんうん、チームにこうさらにこう勢いを与えるような選手だなと思うんで、はい、本当に、まあ、それで勝ち点を取れる試合も本当に増えたと思うんで、はい、本当にいい補強ができたなって思ってます。瀬口選手はじゃあ逆に練習でシュートを受けたりする立場でもあるわけですよね。そうですね。どうですかフォワードとしてこの長倉選手は。いやちょっと適当にシュート打ってるなっていう時もあるんですけど。適当にシュート打ってるなという時もあるんですけど。あるんですけど、はい、ちゃんと真面目にやってます。じゃあちょっとその辺はメリハリつけてあるんです。適当にシュート打ってる時あるんですか。いや適当にシュート打ったことは一回もなくて。ないですよね、一回もないですよね。一回もないです。今まで一回もないですよね。一回もないです。高木選手もそんな適当に打ってる姿見たことないですよね。たまにあるんじゃないかと思いますけど。でもまあこれからもっともっとシュート上手くなってくれるかなと思います。はい、高木選手はまあシュートも打ちますけど出し手でもあるわけじゃないですか。長倉選手みたいな選手はいかがですか、出す方としては。
いや足速いんで、はい、結構アバウトでも追いついてくれるというか、はいはい、それでも多分相手のディフェンスは嫌なボールにどんなボールでもなるかなと思います、はい、足速いですよね。めっちゃ速いです。チームで何番目ぐらいですか、長倉選手。1,2 番は争うんじゃないですか。あの長倉選手守備の時でもめっちゃ速いですよね。いや思ったことないです。絶対嘘やん。速いでしょ。いや頑張って走ってるだけです。みんな頑張ってんだよお前。頑張ってるんですね。他の人頑張ってないみたいになるから。いや本当に速いです。あの長倉選手って顔とかフォームとかがなんか速い人じゃないんですよ。でも実際は高木選手速いですよね。速いです速いです。だからそこが逆に相手もなんか騙されるというか。そうですね、うん、結構でもびっくりしましたね正直。僕らも最初の試合で速って思いました。それまでどうかなぐらいの感じで、練習ではそんなにこう見せてなかったんで、はい、そういうので、急に試合になったら速かったんでびっくりしました。え、なんで練習あんま走らなかったんですか。いや練習も走ってましたけど、やっぱあれですね、スタジアムがスピード上げました。あの瀬口選手、僕思ったんですけど、はい、長倉選手ってなんか噛めば噛むほど面白くなってきますね。そんなことないですか。そうですね、やっぱもっと引き出してあげないといけないんですよね、周りの選手が。ねえ、なんかあのどんどんあの面白くなってくるか、高木選手なんかいい選手。いや本当ですね、ここからまたこう試合に出てこう自覚が芽生えたら、こう自分が中心だっていう自覚が芽生えたら、はい、もっとこう、もっと俺を噛んでくれと、噛み締めてくれと。はい、長倉選手も今シーズンは残り少ないですけど、この残りの少ない試合でこんなことしたいなとか何かあったりしますか。全部の試合に出て全部の試合勝ちたいです。多分皆さんはゴールも期待してるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そうですね、取れるように頑張ります。高木選手ね、はい、多分たくさんのフォワード見てきたと思うんですよ。どっちかって言ったらフォワードってなんかお前ら関係あるかみたいな感じの人多くないですか。俺に任しとけみたいな。はい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 。なんか長倉選手みたいなタイプってちょっと少ない感じするんですけど。そうですね、なんかボール来ればいいなぐらいに思ってますね多分。めっちゃええやん、はい、めっちゃいいじゃないですか。だからちょっと取らせてあげないとと思います。あ、はい、そうか、逆に周りの選手が長倉に取らせてあげようっていう気持ちになるってことですね。はい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 。あ、いいフォワードですね。いいフォワードです。で僕はあの長倉選手がちょっと移籍する前のあのザスパ草津群馬であのジュビロ岩田戦があったんですよ。その時もどえらいシュート決めてるんですよ。でそれ生で見てるんですよ。だからあの皆さんあの期待しても全然いいと思います。本当に。長倉選手ってなんかゴール決めた後なんかパフォーマンスとかありましたっけ。ないです。ないんです。じゃあもういつもこう決めたらなんかもう思うがままというか。はい、思うがままに喜んでます。じゃあこうなんかこう決まったことをやろうとかっていうのは特にないです。いいです、いいです。そんななんか無理にあの作ってもうたらね、ゴール決めた後にそれやらないとって思ってしまいますもんね。そうですね、それで頭いっぱいになって点決めれないみたいな。それで決められなかったら意味ないですから、はい、高木選手はあのもうシーズン終盤ですけども、はい、終盤に向けてこうチームこうしたいなとか自分がこうしたいなというのはありますか。いや、もっと試合で、うん、圧倒できるような J1 でもやりたいなと思ってますし、まあ、自分も得点に絡んで、うん、で点取ったら元木連れてサポートのとこ行きたいと思います。やった。一緒にだから。さ、あの長倉選手嫌がったらダメですよ。いや、やめてくださいよとか、そんなダメですよ。一緒に行って、一緒に行きます。ちょっと思いっきり、はい、喜んでください。喜びます。瀬口選手、あの新潟は本当にちょっと久々の J1 ですけど、ここまでの J1 での戦い、そしてこれからあと、まあ、残り少ないですけど、こういう試合見せたいなってありますか。そうですね、昨年積み上げてきたものっていうのはあの確実に J1 でも通用する
証明されてると思うんで、うん、より精度を上げて、うん、一つでも上の順位でフィニッシュできるように本当にチームで、頑張りたいと思います。まあ、その来シーズンどんな感じになるか分かりませんけど、なんか高木選手こういう終盤に向かっていく時期ってなんか充実してるようなちょっとなんか寂しい気持ちになるような、なんか半分半分みたいなところを見てる方はあるんですけど。そうですね、僕はまあようやく楽しくなってきたなと思ったと。もうちょっとシーズンあと何試合ぐらい本当はやりたいですか？あと10試合ぐらいやりたい。10試合ぐらいやりたい見てる方も10試合ぐらいもうちょっと見たい長倉選手もせっかく馴染んできたとこですし、もうちょっとした今シーズンあと何試合ぐらいやりたいですか？あ、36試合やりたいですシーズン最初から、シーズン最初からやりたい欲張りですね、意外とやっぱフォワード。いやでもなんか長倉選手が入って瀬口選手、なんか新潟もまたちょっと一つ面白い引き出しが増えたなって感じしますね。そうですね、うん、本当に彼の武器っていうのを還元してもらって、またより強い新潟っていうのを示せたらなと思います。長倉選手、新潟って僕もこうやって呼んでいただいてくるんですけど、試合のない日でもこれだけお客さん集まるってすごくないですか？いや本当すごいです。じゃあ、この時間は、長倉選手に締めていただきます。長倉選手お願いします。一歩前に出て長倉選手、締めの言葉をお願いいたします。まだまだ楽しんでくださいありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。瀬口選手、長倉選手、そして高木選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。手振れ手振れ、もっと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 振ってください、もっと振ってくださいありがとうございます。平畑さん、ありがとうございました。なおトークショー2組目ですが、午後4時10分頃からの予定となります。どうぞ皆様2組目4時10分頃も楽しみにお待ちください。